はい、こんにちは、ギオナ社長です。今日は皆様に大事な大事なお知らせがあります。いやね、もう本当にめちゃめちゃ迷ったんですけれども、ギオナ社長来年留学に行きます。以前もあの動画に上げた通り、一回留学やめてですね、それで踏みとどまったんですけれども、家の更新がちょうどあの2月っていうこともあって、家の更新が近づいてくるたびに、わ、私今後の人生どうしようっていう感じで結構悩んでたんですよ。まあこう言ったらちょっと恥ずかしいんですけれども、まあ、YouTube とかあと授業で、まあある程度ちょっと成功したことによって、今の環境から外のあの環境に出るっていうことがちょっと難しくなってました。まあなので結構それで人生が停滞してたんですよ。でもやっぱりもう一度新たに自分の環境外のことを一から学び直さないと、どん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 もっとなんか落ちぶれていくなっていうのを感じてて、そんな感じでめっちゃ悩んでたんで、ライブ配信でも号泣してしまったんですけど、皆さんのね優しいコメントに励まされてついに決断しました。で、留学に行くにあたって、ここのあの東京の家ですね、家は解約します。なのでホームレスになります。そしてこのみっちゃんどうするのっていう風に言われると思うんですけど、みつばは北海道のお友達の家に預けます。もうみつばについては本当にもうずっと半年ぐらいめちゃめちゃ悩んだんですけど、犬がいるから人生の重要な決断ができないというのも違うなっていう風に思って、泣く泣く少しの間離れることを決断しました。ねえみっちゃん、もうお友達の家は家族揃ってみっちゃんラブなんで、もういつでもおいでっていう感じで言われてるから、安心して預けたいと思ってます。留学が終わって外国に一緒に住めるようになったら、絶対にね迎えに行きたいと思います。もうあの誰かに譲渡するとかも絶対考えられないです。もう1分1秒でも早く迎えに行きます。そして気になる留学先の話はちょっと長くなるので置いといて、留学行くんだったらね、あの事前勉強しないといけないなっていうことで、今回はナインティイングリッシュさんに留学前の勉強の準備をしていただくことになりました。ナインティイングリッシュ代表の高翔くんとはもともとお友達で、あの共通の友達も多くて、もうなんか自然な流れでスルッとあのお願いしてました。以前留学準備してた時はなかなか一人だとモチベーションが続かなかったっていうのもあったんですけれども、日本人バイリンガルコーチが英語学習を毎日サポートしてくれる英語のオンラインパーソナルトレーニングなので、正直今日で始めて3日目なんですけれどもね、続いちゃってます。そして明日が初回のパーソナルトレーニングなんですけれども、果たしてどんな感じなんでしょうか、楽しみ。はい、というわけで、ナインティイングリッシュの高翔くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、ナインティイングリッシュ代表の高翔です。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はどんな授業をしてくれるんでしょうか。今日はですね、発音の教室なんですよ。めっちゃ恥ずかしくないですか。そういう気がする。なんかさ、普通に友達だからさ、なんかさ、発音修正。いや、もうがっつりここはプロなんで直しますよ。わかりました。お願いします。結構ね、あの革命が起きるっていう言われるレッスンですよね。そうなの。交互期待です。よし、じゃあ早速やろうか。スターティング。スターティング頑張っていきましょう。じゃあ最初ですね、リンキングリダクションとかを知っている。いや、わかんない。初めて聞いた。じゃあこの辺もバッチリ伝えていきましょうか。お願いします。はい、じゃあまず導入編、なんて言いますか。I'm love it。 あ、OK、いいじゃない。で、ここをつなげるとしたら N の音と I くっつくから、 NI くっつくとどんな音になる？そう、2だよね。で、まあこの後でまた詳しく説明するけど、基本的には音の世界で考えてる。で、最後の T の音、これは発音するのがイギリス流なんだけど、一旦今日は抜くバージョンの難しい。難しい方でいくの？うん、私ね、あのアメリカ英語は基本的に全部 T とか D とか G 抜きがちなの。抜かれた時にわかんなくなっちゃうみたいな人、日本人なので、普通にカタカナ読みしてって言われたらさ、うん、どういうふうにカタカナ読む？ I'm loving it。 全部さ、母音がはっきり出ちゃうんだよね。日本語の特徴としては全部に母音がある。だからなんか I am a legend、 こうやったら最後 do で do で終わっちゃう、うん、本当は C の D だけで終わる。それが違いだと思うんですよ。まあ導入編で、ここでわかるのは、例えばスケルトンには発音しないということでございます。
で、まあスペルとかカタカナは基本的にも嘘をつくと思っていただいて、ほぼ間違いない。で、ここがね、発音の重要性なんだけど、この理論とか聞いたことある？あの、発音ができるようになれば、リスニングだけで。お初ね、まあこういうの学校で習ってくれたら一番ね、みんな熱量も増すんだろうけど、意外に発音で軽視がする人って、いや、なんかわりかし単語さえ覚えれば、うん、もうなんか伝わるみたいな、あーそうね、感じに言われるから、うん、まあ多分そうなんだろうけれども、うん、なんかもっとより流暢な、うん、ね、あの発音だったりとか会話をするためには多分必要になってくるんだろうなみたいな感じ。 100% そうそうだよね、うん、ここができないと本当に聞こえなくなっちゃうんだよね。自分が伝える分には単語単語でレバーエングリッシュ全然いいんだけど、相手がドラッていう時に音がこうバグが起きちゃう。あ、自分が認識している音と本来のネイティブの音がこう脳内ですれ違っちゃう状況になっちゃって、なんか同じ人だと気づけない、うんうん、でしっかり音域合わせてあげるとここがパチッとはまって、あ、今その音言ったんだなっていうのがいつもの自分の発声とマッチしてればマッチができる、うん、っていうことだね。だから発音できるようになればリスニング楽になって聞こえる、聞こえていれば要はインプットの差がめっちゃ大きくなってくるから、どんどんマスターできるように、そして話す力が上がってくる、でこういう順番でミヤーンと上がってくるという流れでございます。まあ、はい、一言で言うと発音できるようになるよっていうことね。頑張ります、頑張ります、はい、ではここから日本語と英語の違いなんだけど、口発音のイメージをちょっと皆さん低下しないと、日本語はこのイメージ、うん、結構こうパキ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 音が独立するイメージなので、うん、でそれに対して英語がこんな感じ、こんな感じグニャーなんですね、グニャグニャグニャだからまとめると日本語パキパキ、英語がグニャグニャ、うん、この感覚なんで、ってことで一旦全身の力を抜いてほしいです。もうグニャーンって、そう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 、もうで最大限ダラーンとしてもらって一旦もうレノちゃんのタイミングであの自分で深呼吸してもらう。理解はですね、これは見ないでしょ、本当にね、なかなかレアな、こう抜きます。特に首周りの力を抜きたい、このエリア、もう日本語話してるとついここパキパキしちゃうから、もうグニャーンってやって、あー、で、一旦あくびしんでくれて、その時に声出したい、あー、そうそうそうこのなんか情けない声出るでしょ、うん、あーみたいな、で、この時って喉の奥から音出るから、あー、普段の発声って、まあ、結構体のフロント側で出るんだけど、このあくびの時って後ろとか何なら体の下側から音が出るような感じなので、でプラスアルファこれに犬の鳴り声とか足すとかなり良くなる。このさ、ゾンビ犬いるじゃん、ゾンビ犬の鳴り声どんな感じで威嚇すると思う？そうね、でこの時って喉からガラガラって震える感じ、うん、で普段のニョナちゃんの日本語の発声とは全く違う音域なの、うん、で、この下の音域のこのこれが基本的に R の音の一番近くて、うん、これくらい下げたい、R、そう、R、R、そうそうそう、うまい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 、あの、今さ、喉ガラガラガラってなってなったその音なの、おー、うん、だから、車ってさ、カー、まあ、レンタカーとかですね、日本だとフラットじゃん、うん、けど英語ってもうこの R に差し掛かった瞬間にもう地獄の底までバーンと落としてやりたい、ポイント、うん、カーうまくね褒めるのうまいね、最初からできた説あるけどちょっとうまいな、そう、カーそれ、うん、 That's exactly what I wanted to say、 そうそう、素晴らしい、ナイス、いやー、むずいよこれ、難しいけど10回言ったらむずいわ、うん、これね、100回言ったら予約できるようになるよ、うん、うん、まあ、英語そういうもんですから、あの、最初からできない、当然、当然、大丈夫というところが、前半戦でございます、はい、お疲れ様でした、はい、イエーイ、イエーイ、いや、いかがでしたここまで、難しい最初そうだね、いや、むずいわこれは、難しいんですよ、だからこれをね、独学でやろうとしてる人が日本はめちゃくちゃ無理だね、無理系なんです無理だねなんですよ、だからコーチが必要ですよね、まあなんで導いていきますので、ここから、はい、伴走していきましょう、お願いします、イエス、え、ペラペラになるかな、絶対なれる、なれる、もうこれはトレーニング、なれるセルフイメージ持ってそっちに追いつかせるって感じ、うん、だからもうミュージカルドリバーのリオナジアンできたら、おー、そっちに、ちっちゃう、同じ人格のまま行くと恥ずかしいとか
絶対思っちゃう。いや、なんか今日来るまでに、うん、なんか高翔くんと発音の練習するのが一番難しいなって正直思ってたんだけど、うん、なんかすごい良かった。今日は嬉しいです、ね、楽しいよね発音ね。いや、なんかあとはなんか私はなんか今まで結構なんか自力でなんとかこうやる気でやってきたから、うん、なんかそんなお金かけなくても自分でやった方がいいじゃんって思ってなんか結構突破してきたんだけど、皆さんそうおっしゃるんですよ。最近分かったことがあって、やっぱりちゃんとお金かけてついてもらった方がめちゃめちゃ効率的に学べるなって。そうなんです。パーソナルトレーニングって言ってジムの方も私最近課金してるんだけど、なんかそれと全く一緒だなと思ってて、うん、なんか要はその週1でちゃんとついてもらって、うん、でそれ以外の部分は自分でやるんだけど1週間に1回肩を見てもらって、あーそうだね、なんか全くこの、ね、そうそうそう、ナインティーイングリッシュも、まあ、筋トレと一緒だなっていうふうに思ってて、あのこれはもうあのやった方がいいなとイエイ思いました。英語のパーソナルトレーニング、ね、そう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 だね。そうまあまあ、こんな感じでちょっと初回はやっていくんですけれども、まあ、ちょっと興味ある方、あと英語ちょっとね喋ってみたいなってペラペラになりたいなっていう方はね、あの概要欄に貼っておくので、はい、YouTuber だあのぜひ見てみてください。めっちゃ楽しいから。いやよかった。うん、僕とのね、ワンオン1回無料で全員プレゼントしますので。おお、はい、素晴らしいプレゼントです。頑張りましょう。というわけでこんな感じで英語学習頑張っていきますので、またYouTube ぜひ見てください。はい、はい、最後にまだ高評価チャンネル登録しない方いましたらどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。